いやってなわけで先生ミルクサッカーアカデミーでございますけど、いやもう、ね、ノーミルク佐藤でございます、はい、今日もなんか喋っていこうじゃないかということですけれども、はい、はい、今日は逆に僕からまずスタートさせていただきたいと思うんですけれども、気になったニュースあります？あるんですよ、実際これね、はい、あのユーザーの方からもかチャンネル登録されている方からもコメントいただいたんですけれども、なんじゃらほいな、東京ヴェルディからですね、はいはい、また、うん、ポルティモネンセに移籍した人間が、あ、なんかちょっと見ました、それそうなんです、若いんですか、その、はい、その名前、東京ヴェルディ の菅島宏樹選手がですね、はいはいはい、ポルトガル一部のポルティモネンセに完全移籍することが発表されました。ほうほうほう、あのこの菅島選手は年齢的に今23歳、中島翔也選手の1個下、はい、あんな、そうなんだ、もうちょっと若いのかと思ってたら、そうなんですね、で、安西選手、はいはいはい、畑中選手という、うん、この間いわゆる日本代表デビューした2人と同期、はい、あらま、で、あ、そうなのか、三沢健人の先輩、あ、じゃあもう結構体できてる世代だね、そうです、お、というかすごいですよね、中島翔也、うん、安西畑中、うんうん、三沢、すげえ、ベルディの育成、なんで全員代表行ってんだよ、これ先生もしかしてさ、そのポルティモネーセも東京ベルディの育成っていうとこで目つけてるっていうのもあるのかね、あるかもしれませんね、信頼のブランドみたいなことだもんね、あるかもしれませんよ、やっぱりすごいね、すごい輸出元みたいなね、ベルディの育成っていうのは、そうなんですね、だってあとその下にも例えば、うんうん、井上、だってもう三沢選手の後下のところでも井上潮、あ、そっか、うんうんうん、渡辺浩太とか、はいはい、いっぱいそのベルディさんがいっぱいいるわけですから、ベルディさんがね、アンダー代表クラスが、いや、でこの中島翔也よりも逆に上見たら小林勇気がいるわけですよ、はいはいはい、本当だ、みんないるやんって話、いや本当だね、そうなんですよね、やっぱり伝統のなせる技なんですかね、そうなんですよ、でこの菅島選手はあのフォワードではあるんですけど、はいはいはい、市民ね、アタッカーだ、そう、2015年、はい、もうあの持ってらっしゃる方見ていただきたいんですけど、2015年か16年あたりの、はい、三沢選手がプロになったあたりの、うん、選手名鑑、うん、尊敬する人誰のところに菅島宏樹って書いてあった、すげえ、先生それは記憶で覚えてる、はい、どんな頭しとるんですか、いやだって見てるから、一回見たって覚えないですよ人間は、まあ、私8回ぐらい聞いたと忘れんだから、そこはちょっと頑張ってくださいよそろそろ頑張りますよ、あ、よ頑張りますよ、そう、ね、そんな感じ、手番号いつも書き間違っちゃってすいません皆さん本当にね、もう狂いそうやもうおかしくなりそうや、ね、まあ、ちょっと戻ると、そんなポルティモネンセ、はい、だからポルティモネンセですよ、ポルティモネンセ、あれ、そうだね、中島翔也ってどこにいたんだっけ、ポルティモネンセでしょ、ポルティモネンセからカタル行ったんですよね、そうです、そこに新しくまたベルディさんが入ってきたってことで、もしかしたら中島が何か繋いでたかもしれませんね、やっぱりね、指定校推薦みたいなね、ね、可能性はあると思います、そう、流れ切らんでほしいですよね、はい、今ちなみにあのトップチームには権田選手、はい、ゴールキーパーの日本代表になりまして、はいはい、でこの間まで中島選手がいました、はい、であとは、まあ、ちょっと皆さん馴染みないかもしれないんですけど、うんうん、亀倉龍輝選手という方がずっとね、実はこのポルティモネンセにいまして、はい、あともう一人今年行ったのがあれですね、うん、あのサンフレッチェ広島ユースから、はい、あの大堀選手という、うん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 、大堀洋之選手かなが行ったって流れになってます。ただ大体の選手たちは基本的に U23 チームでプレーすることにはなるので、うん、もしかしたら菅島選手も最初はそっちからかなと、23だけど、でもいいね、ポルトガル続々ケネディ・エブス選手もいるわけでしょ、ね、ケネディ・エブス違う、間違えちゃった、国ボレオ・ブライアン間違っちゃった、ごめんなさい、ケネディ・エブスは福岡でもね、はい、そう、ごめんなさい、センターバックね、センターバック、国ボレオ・ブライアン選手ね、ちょっと貼っときますね、我々スペシャルコンテンツ撮ってますから、はい、そうですか、ベンフィカね、あ、ベンフィカね、いますポルトガルの名門、ね、いや取ってほしいね、その辺がちょっとそこで間ね、修行を重ねて代表に名を連ねていただくと嬉しいですね、そうですね、本当にその辺がいてくれたらいいな、そうですね、フォワードにはやっぱディサロ・シルバーノ君がいてほしいですねみんないるな、名前が好きなだけじゃないですからね、私ね、ちゃんと個性を愛してる、やっぱキーパーの控えにはね、うん、あとはほらアイザー・ピーター・コアミ選手とかね、いや、いいです ね、 そうですね、素晴らしいじゃないですか、そして続いてこんなニュース、こっちはね、ちょっと痛手なニュースなんですけれども、痛手、はい、何ですか、痛手、ガンバ大阪、はい、藤原選手、ああ、怪我しちゃった、全治10週間、おー、そうか、肩押さえてたもんね、痛さったね、そうなんです、あの今ね、3連敗中のガンバ大阪ではあるんですけど、裏合わせで負傷交代の藤原選手が全治約10週間ということで、でやっぱりね、あのガンバ大阪とか、あとそれこそ藤原選手に対してね、やっぱ2016年のリオオリンピックの時の第2戦、コロンビア戦でオンゴールしてしまったこともあって、
いやあの藤原だろって思ってる方って結構多いんですけど、うん、あのオウンゴールの藤原だろみたいな。そんなことないよ。そういるんですよ結構やっぱり、うん、意地悪ね。そうなんです。お母さんそういう子嫌いね。そういう子嫌いよお母さんは。だけど、うん、やっぱ藤原いいとこ見ないとね。そうなの、うん、さすがマーサーそうなの。本当にそうよね。いいとこ見ていかないとやっぱり、ね、ごめんなさいね、一級に大声出してね。あの我々めっちゃ笑主婦の会話みたいになってきました最近。急騰井戸端会議、そう井戸端会議ですよ本当。あの、藤原選手ってね、はい、あの我々例えば毎週、うん、あの J リーグのレビュー出してるじゃないですか、うん、もしくはライブ配信でもそうですけど、そうですね、今週の前田大然なんてやってるけど、ね、スプリント番長の下り、彼いわゆる12キロ、はい、25回以上のスプリントを、まあ、こなしてくるわけですよ、はい、うんうん、実はそれ以外にもいっぱいいるんですよ、うん、そういう人って。ほうほうほう。トラッキングデータが取られ始めてから2015年なんですけど、うん、15、16、17、18、今年で19と、うん、この5年間やってる間で、うん、12キロ以上を基本的に走行してきて25回以上のスプリントを毎試合こなしてきてる選手ってのは、うんうん、まあ、もちろん試合単位だったらたくさんいるんですよ。はー、データにも出てるけど、そこはやっぱり彼はそうで、例えば田中海馬選手、はいはい、松本山、彼なんかも2015年の時はそれだけの成績残してた、ただその後チームが降格してしまってってことで考えて、ね、トラッキングデータで考えたら、うん、この5年間ずっと、うん、基本的に12キロぐらい走ってて、うん、25回以上走り続けてる選手なんて、うん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 、藤原選手を置いて他にいないんですよ誰も。それだけ走りまくってガンバに貢献してる選手なんですよ。これもう日本トップと言っていいだから。ほー、それに次ぐのちなみに野津田選手なんですけど。あ、すごいね、野津田学徒選手。あ、そうですか。この2人がもうトップクラス。いやもうだからお母さん言ってあげたいわ、そんなこと言ってる子に。こうデータでね、私ね、もうグーの音も言えないぐらい言ってあげたいわよそれはね。本当にそうなんですよ、奥さん。だからそんな、ただガンバとしては、うんうん、そんな選手、はい、基本的にだからもう走り回ってくれるだろう選手が一人消えたんですね、はい。10週お休みですね、10週の休み、はい、うん、この10週間のお休みだから、そのポジションを一体誰がカバーするのか、うん、それもちょっと注目だし、そもそも帰りがいないんですよ、国内に。海外含めたっていないので、そんな。あ、そうか、クオリティ考えたらそう、そうですね、12キロ走りまくって25回以上走れて、大体お互いあうんの呼吸でできる選手なんていないので、そこをどういう戦術で乗り切るのかってところは注目が集まるところ。常采配がね、常采配がちょっと気になるところですね。じゃあ先生、お知らせがあるんですけど、はい、あのとあるお仕事でね、昨日僕、はい、鹿島スタジアムに行ったんですよ。 あら、そう、先生写真送ったじゃん、テンション上がって、はい、ピッチに降りさせてもらってね。いましたね、いらっしゃいましたね。そうなんです、そうなんです、ジーコ像も見たしね、はい、これが僕何も分かんないで言って、 e スポーツ関係のお仕事だっつって行ったんですけど、はあはあはあ、行ったらびっくり、これがですね、あのリクシル、リクシルトークザリレー、あら、あれだったんですよ。えちょっとびっくりしないですか。えあれにね、私出ちゃいました。選手じゃない人初めて触ったそうです。マジすごくないですか。僕の前とかはだって、ね、それこそ安西選手、鈴木優馬選手とか、ね、そうですよね、曽我さん、ウッチーさんとか、はい、あれのリレーの、 あの号外じゃないですけど、分かんない、どんな感じか分かんないですけど、もう正当な流れの中に、あの EJ リーグ、はいはいはい、あ、その流れもあって、そうなんです、あの鹿島が選出した代表の e スポーツの選手、ファントム君っていうんですけど、はい、すごい鹿島ファンの茨城生まれで、はい、ね、その子と、あとはあのセンターバックの犬飼ワンちゃんが、ワンちゃんが戦うっていうFIFAで、ね、そしてそれをちょっとバラエティ風にやりましょうって言って、その間を私井上マーが司会をするっていう、リクシルトークザリレーすげえよこれ、みんな分かんないです、どんな編集なのか分かんないですけど、僕いないことになるかも分かんないですけど、声は絶対入るでしょ、どんな。そうですね、いやもうでも入ると思います、多分真ん中で、真ん中で喋ってるから。でその子が、僕あの何も分からんから、普通のブチハジみたいに言ったんですよ、いろんなメーカーの混在した、ね、あ、じゃあまさにちょっとこれどうしようみたいになって、はい、あのその鹿島のユニフォームですよ、オリジナルの、もう選出した選手ですから、はい、そのファントム君は鹿島のユニフォーム、はい、犬飼さんも鹿島のトレーニングウェア、はい、ね、僕はそのじゃあこれ着てくださいって言われて、そのファントム君がテンション上がって着てきた鹿島のジャージを着て出てます僕。でいつも被ってるキャップも脱がされ、髪型をセットする時間もなく、ぐちゃぐちゃの散髪も行ってないので出てますんで、なるほど、ちょっとでも面白かったですよ、皆さん見てみてください。犬飼選手がこれすごいわ、FIFA うまいの、うまいの、うん、
あのウイレオ福島ユナイテッドのあのね、堀田選手、堀田選手がうまかったキーパーも含めって思ったけど、はい、センターバックの良さがすっごい出てんのよ。あー、わかるな、そういうのなんとなく伝わるね、はい、これぜひちょっとね26日に出るらしいんで、4月26日に多分出るって言ってたんで、あの刈り取り方、追い込み方とかを本当に考えてやってるし、それが楽しくてしょうがないんだって、犬飼選手も。わかるな、試合は楽しい、ね、でその本当に日本唯一 FIFA の世界チャンピオンになってことのあるファントム君も、はい、ちょっとハンデで、ファントム君は鹿島アントラーズのディフォルトメンバー、うん、もちろん犬飼選手も使ってスタンドに、はい、で犬飼選手がどこ使ったかというと、僕はもちろんアーセナルでって言ってなんとですね、それがすごい戦いになったんですよ。まあ、どうなるかはお楽しみ、ね、そう、そうディフェンスやっぱ出るね、センスっていうか、いやそうですよ、ディフェンスが大事だから、ね、あの先生も めちゃめちゃうまいじゃないですか、ね、でもファントムが言ってた、いろんな FIFA のゲームのうまい人、うん、僕らの世界のいろいろ戦いがあるけどやっぱ全然違うんだって、現役選手のしかもディフェンダーの取り方、追い込み方、これは僕経験ないですって。でしょうね、ね、ゲームでのゲームのその戦い方と、あのちょっと リアルが入った戦い方ちょっと違いますからね、はい、やっぱりそうだよね、はい、だからある種 FIFA 作った人もすごいね、ウイレとか FIFA 作ってる人もすごいね、すごい、あウイレをいつもやってるんだって犬飼選手は。うーん、で今日は FIFA の EJ リーグ のそっちは FIFA だから、アプリの方はウイレなんですけど、はい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 、EJ リーグはね、今日は FIFA ですって言われて、僕 FIFA あんまりやったことないんですよねっつって、でうまいんですよ、だから感覚ね、操作方法もだと世代的に分かるし、うん、で、あの、まあ、あの自分でコントローラー調整して、はい、まあ、同じっぽくしてやってすぐできちゃってました。ちゃんとフェイントとかかっこいいですよ。いやそれはできるよ。で、あのほら e スポーツプレイヤーの中だと上とフィバ共存で強い人っていないんですよ。うん、ちょっと違うから、なんかこう感覚が、はい、っていう、なんかそこの難しさがあるんですけど、犬飼選手はさすがですね、いや同じですよ。いやそうだよ、そうさすが犬飼選手、いや素晴らしいね、すごい物腰柔らかくて声もなんか高くて可愛い人ですね、あの人すっごい好きになりました犬飼選手。じゃあこれからは、ね、前田大然のコーナーだけではなく、ね、そうですね、そんなまさん実はそんなこともあったので、僕昨日ねツイートしてるんですよ。あ、何あの今ね、あの途中 J1 は、まあ、今のところまあ終わってるじゃないですか、はいはいはい、8節ぐらいまで、だからその7節かな、はいはい、その段階で終わってるから、うんうん、その段階における各部門のトップ選手をだーってこうツイートしてったんですよ、うんうん、あーツイート見ましたね。得点王だったら藤本選手とか、アシスト王だったら古橋選手だったり中川選手、ミルクサッカーアカデミーのツイッターですよね。そうです、はいはいはい、その中で、はい、空中戦かっこ守備の勝率ナンバーワン、はい、犬飼選手、犬飼選手、もうファンですから、ワンちゃん呼ばわりしてますから、また、ワンちゃんのコーナーが、ね、あー、今日のワンコ、今日のワンコ今週のワンちゃん、あー、それはちょっとね、縁があってね、そうですね、こういうことになりましたが、まあ、向こうは覚えてないでしょうけど、なんかそれはね、応援していきたいですよね。これから、前田良一、前田大然だけでなく、はい、今日のワンコ、あ、そうですね、スタートいたします。でも誰もいない鹿島スタジアムにピッチに降りテンション上がるね、センスター上からも見たし、あの監督井上前やってたんですよ背中がね、ね、はしゃがしてもらっちゃいました、行くみたいな感じでやってたじゃないですか、ええ、スマホ落としたんですよ間違って、はしゃぎすぎて、ね、全然壊れない、ファサって、鹿島の芝がファサって僕のスマホをね受けた受け止めてくれたんですね。そうですね、笑ってましたよ、このサッカー好きなんだって顔されてましたテンション上がってた、ね、よかった、そうなんですよ、よかった、よかった、いや、ありがたいですよってね、はい、ということでございまして、ありがとうございます、まあ、もう一つのニュースはもういけないですね、もう最初、ね、明日に回しましょう、ね、まあ、次に回しましょう、はい、ということで、あれですね、井戸端ニュースをお送りしてまいりましたということでございました、はい、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。先生今日もありがとうございました。ありがとうございました。井上真央でございました。ノーミルクサトルでした。さあ次取るぞ